動のピッチングになります。まあ、立ち上がりは先頭の木村を三振に切って取りました。まあ、最終的には5回で89球ヒット5本で、まあ、3失点だったんですが、まあ、中村をセンターフライで1回の表上々の立ち上がりを見せました。まあ、ここはピンチの場面ですが2アウト満塁、木村ここは打ち合えてしまって伊藤が取りました。キャッチャーフライです。まあ、要所をしっかり締めていきました。ただ本人はちょっと納得いかない表情で帰ってきたんですよね。そうですね、まあ、2イニング目3イニング目とやっぱ先頭バッターのフォアボールから始まってるんですよね。まあ、そういうのは自分が納得いかないところだと思いますし、思うところに投げれなかった、その理由に対してバランスという言葉が出てきたんだと思いますね。まあ、3回は浅村中村を抑えました。ただ5回に岡田の一発、これは素晴らしい一発ですよね。はい、文句なしですね。まあ、これも本当にワンスリーになってカウント負けして真ん中に投げたんですけど、まあ、打ったあの小林君もあの素晴らしいスイングしましたよ。で浅村のタイムリーですよね。これもしっかり打ちましたもんね。で中村、まあ、大阪桐蔭高校出身の3人が手にしたというね。まあ、この辺のメンバーには少し隙を見せるとやられるよっていうことをやっぱ感じたんじゃないでしょうかね。なるほどね。さあ、そしてオリックスの新外国人ロメロなんですが、今日は2本のヒットを打ちました。2回に先頭バッターとライトを打ってきました。まあ、この辺見るとなんか器用だなという感じしますもんね。そうですよね。あの、体の割にはこう少し柔軟なバッティングをするのかなと思いますし、すごくハッスルプレーヤーだなという印象を受けましたね。さあ、そして中島です。15年目、2回だったんですが当たり良かったんですが、源田のいい守備もありました。そうですね、はい、本当に源田君をちょっと注目して見てた時にね、そういういいプレーが出ましたね。でこれ第10のヒット、ツースリーからのライアンドヒットになったんですけども、本当に手本のようなバッティングでしたね。はい、まあ、テクニックで持っていた感じになりました。さあ、そして若手吉田優斗です。3回先頭バッターでツーベース、センターオーバーです。いや、本当にね、絶え間ない努力がね、本当に実を結んできたというか。そして5回もこれ先頭ですよね。そうですね、逆に持ってきました。カウント球を打った1打席目、ツーストライクからの2打席目、はい、そしてランナー1塁的に1塁送りバントと、ここまでは完璧でした。はい、まあ、三振もありますよね。うん、まあ、でも、はい、あのこの時もね、せっかく積極的に自分でスイングし、仕掛けながら、三振はあります、当然です。さあ、一方は西武ライオンズのルーキーの源田、5回ですがこれセンターフェアなんですが、源田どうですか。本当に守備に対してはね、はい、動きもいろんな動きができる、センスを感じますよね。スローインはすごくいいっていうことなので、はい、まあ、バッティングはね、はい、これからいろいろ勉強していく時期なのかなと思います。今のスクリーンなんか本当そうですもんね。はい、ああいうことをきっちり、それでディフェンスオリックスじゃないですけど、バット、セーフティー、まあ、チームバッティングっていうことから、はい、勉強していくんじゃないでしょうかね。でこれなしかはいいヒットですもんね。はい、もう本当に軸でしっかりこうしっかりボールを叩いてるというかね、しっかり逆方向に抑えただけを打ちましたね。ちょっと吉田優斗のヒットのような感じでね、逆へ持っていきました。ということで今日のオープン戦、このオリックスと